男を求めて旅に出た銀たちは、はじめに甲斐の魔剣三兄弟という、まさに野生の男たちを探し出した。なお、赤虎、中虎、そして黒虎といい、その三位一体の攻撃の威力は、容易に弁の配下に加わるものではなかった。だが、戦いの最中、甲斐の赤虎は、弁に懐かしい匂いを感じ取ったのだった。実は弁こそ、三兄弟が幼剣の頃、その命を救ってくれた恩人であったのだ。こうして三兄弟を加えた銀たちは新たな男を求めて旅立った。だがその群れの中に一匹だけ司令官スナイパーの命を受けた反逆者がいることをまだ誰も気づいてはいなかったのだ。怪物霞ヶ岳のモス軍団。あの山だぜ、ベン。霞だけ。あの豚野郎の住処だ。へっ、しばらく会っちゃいねえが、またブクブク太っちまってるに違いねえ。それで豚野郎か。よほどつかねえ野郎と見えるな、そのモスって男。当たり前よ。兵隊が多いのをいいことに、何度も俺たちを仲間に引き込もうとしやがった。領土欲しさによ。男の風上にも置けねえやつだぜ。そうかな。俺はそうは思わん。どういうことだ、ベン。群れの数が多いってことは、それだけしっかりした統率力が必要だということだ。でも、ベン。それに、嫌われても嫌われても、甲斐の三兄弟を手に入れようとした。男を見る目は相当なもんだ。違うか？あ一本取られたね、赤虎。赤ん坊の頃のあんたたちを知られちゃってるんだ。ここは一つ素直にベンの言うことを聞くことね。こいつ来た来た。それにしても早く会ってみたい男よ、モス。わしら、どこへ行く気だ。言えな。雨が止むまでは休みのはずだろ。用立ちに行くのにいちいち断らなきゃいけねえのかい？あまり遠くへ行くなよ。心配してもらうほど小僧でもねえやに。なんだと？気にすんな、銀。あいつはスナイパー司令官がいなきゃ何もできねえ男だ。俺たちの班に入れられてふてくされてるんだろう。スミス、同じ目的を持つ仲間だ。憶測で物を言うんじゃない。へえへえ。マキノ！どこだよ、どこ？俺を呼んだのは貴様だな。何用だ？待ってくれ。俺は霞だけのボスを敵に回すほどバカじゃない。いい情報持ってきたんだよ。情報だと？霞岳のモス、ベンの見栄えはあるべ。やっと小ぶりになったわ。そろそろ出かけるか。ベン、あんたの話し合いってのが通じなかった場合は、きっちりと今までのことの落とし前をつけさせてもらうからな。おやおや、まだ言ってるよ。その時は俺も戦うさ。奴が本当に欲しい男だったらな。よし、行こう。待ってよ、ベン。ん？ハイエナは？ハイエナが出て行ったきりだよ。そうか。あのいじけ野郎、もう仕方ねえな。ちっくら行って探してくる。
ベン、俺も。ああ。スレさん、俺も行く。あのくらいの時は休むことがかえって苦痛なもんだ。せいぜい走り回って勢いをつけておくことだな、銀。なるほどな、よくわかった。ボスのベンがあの貝の三兄弟の口車に乗せられなければ足も群れを離れねえで済んだんですが、じゃあ足はこれで消させてもらいます。お気をつけなすって。どうも目つきが気に入らねえな、あの野郎。じゃがお前どう思う？父さん、俺あの貝の三つ子の方からそのベンっていう男をそそのかしたっていうのはどうも信じられないよ。うん、そりゃそうだ。長年領土争いはしてきたが、自分たち以外の力に頼る男たちじゃねえ。しかし何にしてもですぜ、モス、奴らが奇襲をかけてくるつもりなのは事実だ。それにあの三つ子にしてもベンと知り合って事情が変わったとも考えられる。まずこのわしに牙を剥くつもりなら叩き潰すまでのことよ。お前たち2匹は連中の動きを探ってこい。おお。じゃが、いいか、敵の兵隊の数を抑える程度でいい。間違ってもお前たちだけで仕掛けるなんて真似はするんじゃねえぞ。分かってるよ、父さん。大丈夫ですよ、和子はもう立派な戦士だ。行ってきます。戦士か。たく、あのハイエナの野郎、一体どこまで行きやがったんだ。もうモスってやつの縄張りに入っちまったぜ。ん？スミス、誰か来る。ハイエナか。違う、一匹。いや、二匹の足音だ。隠れよう。うん。モスの部下だな。どこへ行く気だ。お前は。ハイエナ。なんだお前、まだこの辺りをうろついていたのか。まだ仕掛けが完璧じゃないんでね。何？あいつ、あの野郎、敵陣で何をするつもりだ。あんなことしたらベンが話せできなくなっちゃうよ。若に何をする。とにかく止めなきゃ。スナイパー様。これは。スナイパーだ。スナイパーがなぜここに。くそ、一体お前たちは。何者かか。モスの息子ジャガーとやら。あいつがモスの息子。あの世の土産に教えてくれるわ。この俺様はな、ベンとモスが争いを拒んでもらっちゃ都合の悪いものなのよ。何？落ちろ。とどめだ。貴様、銀。銀のやつやってくれちゃったぜ。どういうことだ、司令官。なぜベンが困るようなことをするんだ。青いね、銀。子供のお前にはよくわからねえかもしれねえが、司令官殿はベンが邪魔でしょうがないんだよ。え、そう残暑。貴様、司令官殿になって。うるせえ、裏切りだと引っ越せろ。親父をはめやがったのか。銀、死ね。なんだ。あの身軽さ、ボスに似ている。やはり奴はボスのせがれ。それならなおさらのこと、生かしておけんわ。お、来るか。バカ、お前がまともにぶつかって肩を開いてか。この俺がな
ぜスナイパーと呼ばれているか。スナイパーとは狙撃兵のこと。狙った獲物は必ず仕留めるからよ。銀のやつ、わずかだが急所を外しやがった。どうだ、ドーベルマンの牙はよ。とどめと行くか、地獄へ行く時間だぜ。やった。あ、これでおしまいだ、小僧。小僧のくせして根性だけは一丁前だぜ。バカが手こずらしおって。スナイパー様、これでいよいよボスになる日が近づきましたな。足を打ったらしい。話せ、お前だけなら。何を言ってるんだよ。俺をスナイパーから助けてくれた恩人を見捨てられるもんか。小僧が生言うな。あのくらいのこと仲間なら誰だってするさ。早く俺を話すんだ。話せ、お前まで崖に落ちることはねえ。話すんだ、キン。俺だって仲間だったら誰だってすることをしているまでだい。遅えな、銀とスミスまで帰らねえってことは、ひょっとして。ちょっとアカトラ、まさかつまんないこと言うつもりじゃないだろうね。いやけどよ、血の匂いだ。え？傷ついたジャガーはスナイパーの企みによる戦いを中止させるためにベンたちの前にやってきた。そして銀とスミスの危機を知らせようとしたが、ベンたちのところにたどり着くのがやっとだった。どうした、お前は。あんたが弁解。おい、こいつは誰だか知っているのかい、赤虎。ああ、間違いねえ。モスの息子ジャマーだ。何、こいつが弁。銀とスミスが先走りしたとは思えんが。わからねえさ。先に牙を向かれたらやられる前にやり返す。熊犬の血がそうさせるぜ。銀のやつ、モスにやられちまったんじゃ。クロトラ、そんな。よし、ゴー。みんな、遅れた。
スミス。お前、ずっとそうやって。よかった。この野郎、舐めた真似しやがってよ。あ、いけ。その元気なら大丈夫だ。一時は死んじゃうかと思ったよ。銀、ありがとうよ。貝の三つ子じゃねえが、俺はお前のためにこのちんけな命取っておくぜ。さあ、ベンたちのところへ急ぐぞ銀。俺を助けたからってもたもたしてたら置いてっからな。チェ、スミスの方こそ。そうだ、ベンたちがスナイパーの罠にかかったらおしまいだ。あいつら、よくも。すごい、眉間を一撃でやられてる。即死だ。ジャガーが、せがれがどこにも転がってなかった。そう抜かすのか。はい、このロイドが殺されていた辺りはかなり探し回ったんですが、あの場所の様子ではひょっとして若も。どぎたねえ野郎どもが、身の程知らずを後悔させてやるぜ。いいか、者ども。ロリー、貝の三つ子もベッドが言う野郎も一匹登らず皆殺し。待ってくれ、ベン。どうした、アカトラ。匂う。何？匂うんだ。あの豚野郎の匂いが。何？すぐ近くだ。カイノー！さすがいい花をしてるぜ、惜しい男たちよ。こんなことにならなかったら、殺さずに置いてやったものをよ。てめえがベンか。わしのせがれをどうした。そっちこそ、銀をどうしたのさ。諦めろ、クロス。もう手遅れだ。で、私のために。な、何？それは本当か？ジャガー！だから俺はそれをあんたたちに伝えようと。バカな！司令官のスナイパーが？大丈夫か？立てるか、お前。なあに、一休みすりゃこの通りをこうしちゃいられねえんだ。俺を救ってくれたあのチビのためにもよ。早く親父に伝えないと、ベンたちが大変なことになる。
ども、奴らを一匹たりともこの霞だけから生かして返すな。野郎弁の仇だ、叩き殺してやる。みんな、いいな。多勢に無勢、弁の軍団の振りは明らかだった。だが弁を失ったクロスたちには身の危険など考える余地もなかったのだ。やろう、カイの負けを本気に怒らせやがって。覚悟しやがれ。うまくいきましたな、スナイパー様。ギンと、そしてスミスは走った。早くスナイパーの企みをベンとモスに知らせなければ。ギンは痛みの残る体の力を振り絞って走った。だが、すでにベンがモスの手によって倒されたことをギンは知る由もなかったのだ。の企みは成功した。岩の下敷きになったベン、その危機を救いに走る銀、暗雲立ち込める霞岳に銀、ベン、モスたち男の火花は散った。そして安らぎを嫌うかのように銀たちを待ち受ける新たな忍びの影が、人間伊賀の里に黒い影。今耳を澄ますと男たちのドラマが聞こえてくる。